はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではエルデンリング復帰編、レルビアを使ってやっていってます。でファルムアズラまで来まして、でここが神肌の2人の手前ですね。で召喚サインがあるので使えるものは使っていきましょう。配列者ベルナール、もう誰だかわからん、まあ、呼んだら入っていきます。来たベルナール、では行くぞ。で写し身も使っていきます。2人いるからね。ってかなんかここ横から入るのか。一旦ちょっと安全なところで呼んで、で回復して、ベルナールちょい固め、よしよしよし。おお、なんだ鹿、すげえ減ってって、スリップですげえ減ってんだけど、俺も早めに行かないと。これレルビアのあれだな、ごちゃごちゃしてわからん。おっドン、ちょっと、いや待って待って、いったーい、終わりだ。よし、あれ今どうなってるこれ、ん、あっちにいる、いなくなったんだけど、また出てくるっていうパターン、何体もいるか、4人の攻防的な感じ、4人ではないっていう。ただレルビアの力お見せしよう、強い、普通に強いよなレルビア、使いやすい。やっぱり暇な時間ができてしまった。まあいいや、念には念を入れ FP も回復させる。3対1だからな今。出血2人持ちのベルナールは持ってないよね。数の暴力、あっ鈴玉4もらえるんだ。神肌の2人とかトロフィーなんだ。なんか黒煙の渦みたいなのも手に入れてた気がする。あこれか、黒煙の渦、まあ孫は使えないけどね。ありがとうございました。では獣の司祭戦ですね。とりあえず大ルーン使っておこう。で入って写し身を召喚したいんだけど、まずはちょっと柱に隠れて少し安全なところから召喚しよう。チリチリン、でどっちいる今、あいつあっちか。で回復させて、いけ、挟もう、挟み撃ちだ、右と左から。気づいてないな俺に、あいつ何やってんだ、だちょっとタゲを取ってもらわないと。あいつ攻撃してる、あ、してるわしてる、お出血した、いいね。で向こうに行ったら俺は遠距離、ん、こっち来たか、届いてる、このくらいの距離か。でここからマリケス戦、マリケスはガチで初見なんだけど今、うわ広い範囲が1269も当たってんだ、それでも生きてるっていうのはあいつすげえよな、めっちゃ飛び回るな。あなんか減ってってる、スリップダメージ食らってる、大丈夫か、てかなんか灰色になってるし、全然減らしてない。せめて生きてるうちに1回は出血させたい。出血した、完全に生きてると回復した方向だな。あ死んだもしかして、あまだ生きてるな、で、あこれか、やばい柱に隠れて、ちょ待って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 、内身ちょっとなんとかしてくれ、見失った、まだ生きてる、てか強っ写し見強すぎだろ、俺何もしてねえぞマジで一応写し見もプラス10になってるんですよね。写し見ゲーだな、黒危険のマリケス、よくわかんないうちに終わった。前方にいるね、ちょっと行くかこのまま、突っ込もう、使える、今のうちに使っとこう。さあそして回復もする、余裕だな、
キーデオンオフにいる。これ後ろ取れんの？取れるわ。え、これすげえ減るけど第2形態とかやっぱあるか。これは絶対ら危険の数裏取り。戦いは数だよ兄貴。使ってくんのかい。なんだめちゃくちゃ出血すんな。やっぱ人間系は出血するよね。壁際に追い込む。ちょっと待って、死体蹴りすごすぎだろ。なんかあれ消えた。終わりもしかして。あっけなさすぎる。人は神を殺せぬ。いや神を超える。これ百地って読むのかね。全然強くなかったな。じゃあこのままの勢いでいっちゃいましょう。ゴッドフレイ来い。ちょ待ってひどい。準備くらいさせてくれ。あれなんかゴッドフレイなんかめっちゃ減ってなかった今。俺何もしてないのに。あれもうやつが働いてくれたのか。この距離でまた俺は血を飛ばす。いいね。まだ半分ちょいは残ってんな。ヒットポイントね。うつしみのなんかめっちゃ溜めてんだけど。強すぎだろうつしみとか。マジで膝をついたか。あスタンドがいる。獅子が、獅子のスタンド実体化した。セローシュ。セロフ。かわいそう。だが俺がお前に安らぎを与えよう。もういいや。頑張れうちみ。ちょっと待って、ポーラールー。あれポーラールーなの。痛い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 。あ大丈夫大丈夫。パリーンってなるだけだから。その間にうちみが何とかしてくれる。これガンガン行こう。ハハハハ。いや余裕だな。マジでこれエルデンリング全然上手くならないわ多分。このままやこの攻略方法やってると。うつしみだよりだから動きとか全然分かんなかったもん。34万かレベル上げられんな。じゃあ黄金の光に触れて。ここが最後らしいからね。カット全然ストーリーもわからん。ラダゴン、おっさんラダゴンか。おおチミどうした。早く来てくれ。俺はお前頼みなんだ。行った行った行った飛ばしてる。いいね。遠距離があるから、まあ遠距離っていうか中距離かあるからいいよな。俺も後ろから行けるし。ラダゴンって出血するの。血は通ってそうだけどね。倒れてるけど痛い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 。大丈夫一発は。そんなかこれはトールハンマー。なんとなく出血してないな。ラダゴン神だから血はないのか。血も涙もない神。しかし痛い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 。あやばい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 。ちゃんと回復しとこう。 FP は回復1回できるからね。1個だけ青に振ってるんで。これ一体ドンドンが来るのか。ドンドンドンとはいえまだ半分以上残ってるわ。半分くらいか。
取ってくれるだけで全然違うよね。痛い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 、これ一人だったら無理だ。おおお、痛い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 、ちょっと青飲んどこう、もうすでに。あ、なんかめった打ちやってると大丈夫か、俺が助けてやろう。飛ばしまくる、終わりだラドゴン。死体蹴りがすごいわ。相まみえている写し身とエルデンリングが消えた。あははエルデの獣とかいうのがいるか。ちょっとまだ頑張ってんの、ちょっとの体力で。これ連戦か。じゃああいつにいかに体力を減らさないかだな。だったらここで呼びたいよね、うちみ。もう死ぬだろ。こいつこそ出血しないよな、どう考えても。ひたすら連打しよう。痛い。上に行って何かやってきて、分かんない分かんない分かんない、見失う。ああこれジャンプか。痛い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 、すっげえ減るんだけど。おお、キリこれ爆発じゃん。効果が飛んできた。すげえ、一人だと何もできねえわ。ちょっとまずラダゴンを一人で倒せる実力を身につけないと。ちょっとね、武器を死残結果に切り替えて、バフを使っていきたいと思います。よし、これでいけるはず。で、写し身立てほしい。お、いいね、攻撃力悪くない。痛い、ちょっと待って。あのステータス的に火を力を使おうとするとあれなのよね、運を入れないと。やばい、ブラックラウン、間違えた。ちょっと回復しよう。乗ってるうちに、せめて黄金図が乗ってるうちにダメージを与えていきたいけど、あっちが死ぬ前になんとか。傘をつけたいけど、いって、このさ、ワープがさ、死んで。どうやってかわすの？ジャンプでもかわせねえし。これ変な槍使って、あと一発。オッケー、無理だこれ。エピカムさせよう。で、今のうちに、うわ、火を力を使いたかったけど、このまま行くしかない。キリキザ、一旦くらいいけるか。まあ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 減らしたな。さあ、このままちょっと奴が生きてるうちになんとかダメージを取っていきたい。痛い、今ちょっとここで使っちゃおう。あれ、ダウンした。キレキレ。さて、これでジャンピングするかな、あいつは。輪っかが来たから、なんか外に走って、うつしみくんが狙われてるか、なんかわかんねえや。よくわかんないっす、こいつ全然戦ってないから。これなんだなんだなんだ、これ走ってるやつか。うわおー
がちょっと横にずらしのして届かない、近づかない、なんかいいんだ、おっけマジで。これまたあれか、走っとかなきゃいけないやつ、そうだね。ちょいあれ、うつしみ死んだ、いってなんかもうわけわかんねえ、わけわかんないっす、とりあえず回避しとこう。回復あと1本しかない、いやめっちゃ来た、チェ超絶爆撃だったんだけど、下に潜り込んで攻撃チャンスになってるか、あとちょっとなんだけどな、回復もねえし、え、これ何これ、また輪っか、タイミング全然わかんない、輪っかじゃん、これさ食らうっしょ、やばい、ここまで来てやられるか、死んだ、頑張ります、これはどう考えても無理だ、ラダゴンに苦戦しすぎた、もう写し見の率もめちゃ低いし、写し見頼みだからな、ってこれロックした方がいいのかどうなの、一応ロックして戦ってみるか、なんこれ、つかみ攻撃みたいなものやってきた、めっちゃやられてる、あこの時当たんねえのかよ、これ当たったら超攻撃チャンスなのにな、今日写し見死んだから終わるな、なるべくあれは食らわないんだよな、で離れて、これ輪っかやね、外側に走ってこれか、ジャンプで OK、 でそしたらロックしよう、でなるべく近づいて鉄拳振りの届かない、痛い、これは俺も掴まれて終わりそう、ファンネルクシャトリアにやられた気分だ、死んだ、急げー、黄金樹に誓ってはね使えなかった、やばい、これちょっと正面出すぎてね、ロックしちゃったよ、食らった、しかも青瓶飲んじゃったよ、痛い、ロックしちゃってやっぱり外から食らうな、全然攻撃が分かんねえわ、ラダゴン戦はねだいぶ良かったんだよね、このまま押し切れるか、聖杯瓶をねもうプラス12までちゃんとね鍛えてきた、プラ10だったけど、あと聖杯瓶の回復力上げるやつね、あれもつけた、でどこ行った、あれもうちょっと紅葉というか輪っかというか、輪っかがねどっちで、俺回復しよう、 F2 回復使ってみるな、よし、ラッシュ、まだ写し物もそれなりにあるし、スタミナもちゃんと、うわ見とかないと、ここでちょっとシーズン使うか、
これなんだ、影が向こう行ってる時いいよな。待って、いや来た、もうローリングし続けるしかない。あれあっち行ってる、まだ半歩か、余裕はある。はいはい、ちょっとわかんねえ、そろそろうちみが死ぬな。なるべくうちみが生きてる間になんとか、あこれで死ぬかもしれん。いやまだ紅白来ないか、これは、あこれ紅白か、ちょっと逃げよう。どっち行った、あっち行ったな、よしよしよし、最後の、あれ完全に外れてる、まだあと一発くらいいけるはずだ。いった、やばい、死んだ、もう聖杯瓶8個残して死んだ、これはもったいなかった、やはり早めに回復しとくべきだったな。回復数が微妙なんだよな。うつしみくんはそれなりにヒットポイントまだ残ってるけど、他のうちにラッシュを決める。最初のこれでどれだけ与えられるかだよな。痛い、やばい、死ぬ。これはもう紅葉が来るか、どっちに来るかなんだよな。あっち行ってくれればマジで助かるんだけど、あっち行ったわ。さあこれどこに出るんだあいつ、あっち側か全然わかんねえな。はいはい、全然かわせねえわ。これはポッカーンか、FP を書きたいな。あ、痛い、クラッチした。これさ、しかもさ、一発って、やっぱ減ってくわ。最初の衝撃だけやるか、やっぱり。FP 書きして、もうそろそろ死ぬな、うちみ。それも仕方がないことか。もう、こいつめちゃくちゃ移動するのがめんどくせえよな。ダウン取れるといえばダウン取れるんだよね、1回だけ取った気がする。ダウン値の高い武器がいくか、ちょっとなんか見た、これよくわからん、範囲がわからん。ただまだ死にも生きている。さあちょっと何が起こるかわからん。あれが全部死にに行ってくれてるのは助かるな。もう一回来るか、三丁、あいつね、行ってんな。最後の大仕事をしてくれた。はい、あれ2発目3発目があいつか、もう終わったな、死んだ。あとは俺に任せろ。これは走ってこなきゃいけないですか、ってかすってんだけど。あ、ちょっと待って待って、この子はさ、もう懐に飛び込めないよね。でこれは横に走ってポンでしょ、おー、あで、一応この戦技がな、中距離といえば中距離をこなせるからな。え、これはあれか、ファンデルか、お尻に当たる可能性があるか。あ、やばい、横にずれないと。スタミナも回復させて、おとなしくガードしながら、これがかわせないんだよな。めちゃくちゃダメージ食らうし、はい
はい、それでシシルイルイを決める。あー、これもパンネルか。逃げろ逃げろ逃げろ。一回かすったらこれ結構かするからな。回復がやっぱちょっと足んないんだよな。これ何、周りの毒感が。待て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 、逃げろ。おお、え、距離がでもまた違うんだろう。これ入り込めるか、入り込めるか。でかい、逃がした。まだいける、終わりだ。エルデの獣、こいつだけでもうめちゃくちゃ時間かかったんだけど、5、6時間かかった倒すのに。普通に、いやー強かった。というわけで、最初はね、あのレルビアでやっていったんですけれども、ちょっと最後のボスだけ辛かったんで、死産結果に切り替えましたけれども、まあ、レルビアはね、やっぱり振りが早いっていうのがまずやっぱりいいかな。あと中距離もこなせるんで、戦技で。あと、うつしみだね、やっぱり。もう最優秀賞ですよ、うつしみくん。マジでこいつ前提だからな、今のところ。まあ、何周かやって慣れてきたら、うつしみなしで、まあ、進めていきたいとは思いますけれども。ちょっと当分は映し見に頼っちゃうかなというところで、壊れかけのマリアに触れましょう。お疲れ様でした。また次回やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。